せえ。リサちゃんがはって私リサちゃん言いません。すごい後輩人する。これ あやばい、なんか変なとこ映した。やばい、あやばい、ワンセブンで使ってるやつ。あ、なるほど、びっくりした。え、ショールームでもなんか厳しくないですか？18時半からちゃうわ。何時から？いやいや、公園何時から？14時じゃん。14時、うん、こんにちは、こんにちは。あー、なんか、なんでな、公園です。あー、自己紹介終わりで MC 何がいい？どこで聞くの？何がいいと思いますか？自己紹介終わりね。吐かないと思うもの。吐かない。まだ？吐かない。吐かないあかん。待ってな。吐かないあかん。リサちゃん吐かない犬。ごめんなさい。なんかリサちゃんいつ吐かない卒業するかな。リサちゃんってほんまに面白いよな。ちゃんと周りの意見聞くからさ。いや、そこが一回も言わんくなるかもね。吐かない、またいつか言わんくなる絶対。ちょっと見たって付き合って絶対言わんくなる。あ、いいやん、シンシンの好きなところ。あ、いいやん、はい、いいやん、決まり、うん、え、ない。すごい、言ってみたかった。え、絶対さ、え、すごい、すごい、全員が書くやん。あ、ここも一応全員書く。あ、ほや、見切れ。ゆいな、全員が書く。すごい眠いわ、今日は。そんなことないやろ。いや、あかんねん。なんかさ、ライブ期間って私めっちゃ早に早起きするタイプやってんけどさ、うん、寝られへんねんけどさ。なんでなん。わからへん、暑いからかな。え、暑すぎてクーラーつけやん。つけてる。え、嫌のに暑すぎて寝れへんの？気づいたら20なんか時間過ぎてるねん。それ疲れてないんちゃう？まだち。みんな配信中やで。今日も頑張ろう。プライベートの話 しまくってたわ。いや、アイドルのプライベートみんな気になるやろ？気になるか？NNB、はい、プライベートもクソもなくない？みんな何でも喋るくない？いやいやいや、言われるよ、プライベート謎やなって。ほんまに？はい、シンシンは謎かも、うん、謎って何？ずっと寝てるだけやけどな、シンシン。ほんまに私のカメラホルダーにどんどんあのおちんちゃんの寝てる、楽屋で寝てる動画が、うん、よく撮ってるところ見る。あ、ミラーボール、ミラーボールが。え、何これ？やっぱ誕生日やから。あ、そう。エフェクト、うーん、あ、すごい、なんか進化した。なんかいっぱい飛んでます。うまやな、かわいい。こんばんは、こんにちは。かわいいよ。え、なんか口説かれた。同い年。同い年か。こんにちは。やっほー、お腹空いてきた。そう、よかったやん。あれ、差し入れは？あります、ちゃんと。あー、めっちゃ甘いもの食べてずっとやってますよね、さっき。あ、でもちょっと声終わりでいいですか？そっか、声終わりに。でそれ楽しみですよ。あ、お昼公演入ります。待ってます。お昼ってことはおちんちゃんの生誕ってこと？あ、そうですね、うん。あ、ぜひじゃあ勝利コールよろしくお願いします。みんなのコールをお願いします。シンシンじゃなくて、私のコール主役が。あれ、こんにちは。こんにちはの時間か。おは、ん、おはようの時間。 え、10時、まだおはようか。え、おはよう、なん、11時、うん、11時17分で。どうなん、学生、学生的にはどうなん、なんか学生的にはさ、4時間目とか3時間目じゃない？そうですね。え、給食、あ、うん、え、給食前って何時間目？高校生って4時前半、前半って言っちゃった、午前中4時間やんな。はい、4時間目。今4時間目か。4時間も空腹に耐えないてか、普通に考えてさ、12時までにさ、うん、4時間目が終わってるってことでびっくりしやん。確かに、どんだけ朝早く。それはもう大変ですね、毎日。だって朝
の会、え、朝の会ある？朝の会、あ、あります。8時半朝の会って。そんな怒らないです。確かに。で、はい、で、読書タイムない？読書タイム！え、ある？小学校の時ありました。あ、そっか。ここはないです。確かに。ここはないかも。ここないな。小学校の時あった。あったな。読み聞かせとかしてました。なんか6年生が1年生の時って言って。読書タイムというワードが。懐かしい。何やろ、本持ってないと教科書読まされるやつじゃない。え、なんか。何何？え、なんかすごいの来た。ありがとうございます。タワーでも何でもない、なんかすごい。いや、タワーです。ビッグな、ビッグタワー、ありがとうございます。やっぱね、誕生日やからね。あ、ありがとう。26歳ね。あれ、なんか強調されたんですけど、あの、こういった、まさゆきさん、ありがとうございます。シェイシェイ。え、これなんかすごいやつやな。ありがとうございます。そうだよ。ありがとうございます。いい誕生日になりました。え、誕生日一週間前か。そうかも、一週間前、そのくらい、うん、言うてだってあれから1週間しか経ってないな。じゃあめっちゃ前に感じるね。それもそう。え、なんかさ、自販機のさ内容変わった、うん、内容レッドビール、あ、ピンクじゃなくなってるよな。やっぱりシュガーレスみたいなだけでも変わった。え、青リンゴのやつありましたっけ。あった、あったあった。だけ変わった。だけじゃないか。ちょいちょい、めちゃくちゃちょっとずつ変えてくるやん。めっちゃちょっとずつ変わってますよね。ありがたいね。でも確かにちゃんと変えて、うん、変えようと変化してくれてる。確かに、あのミルクソーダだけ一生変わらへんな。みんな飲む商品やろ。あれが一番人気やろ。なんか何やろ、なんだかんだバランスいいんかな。バランスいい、うん、だって免疫系もあるし、確かに塩分系もあるし、炭酸もあって、うん、炭酸じゃないジュースもあって、エナジードリンクもココアも、野菜ジュースもあるし、キャラメルラテもある、ミルクティー、うん、甘いよ、甘いよ。やばいやばいやばい、みんなの劇場の、あ、なんか止まってんねんけど、私の配信なんかさ、今日電波悪ない私の配信。なんでそんな電波悪いん。なんでやろ、一回切ってみようかな。ショールームさんにもいじられに照明消すみたいな感じで節電配信されるようになっちゃった。節電、なんか電波悪いな私の携帯。なんで、なんでいけた？いけたかな？いけてるかな？あ、いけたんちゃう？いけた？うん。あ、こっちは動いてるんや。ごめん、消しちゃった一回。だってすごいさ、事故が止まってたよな。止まってた。しかもみんなで、うん。止まってた。ありがとうございます。動いてたんだ。からも忘れた今日。え、え、目悪くない？めちゃくちゃいいよ。え、402だよ。すごい、すごい。また褒めて。もうコンタクト外したら何も見えない。え、でもおちんちゃん目悪くなくない？え、私目悪いです。外したら、え、もうなんとなくしか見えない。初めて知った情報。悪そう。悪そう。リサの悪そう。そうやんな。サンセリから一番ステージの後ろから見ても番号見えないです。あー、めっちゃ見えない。見えてなさそう。おちんちゃんも外したらそのぐらいは見えん、もう。番号、え、でも見えないと思う。うん、番号見えない。2セリぐらいやったら見えるかもしれない。確かに。え？あ、コメントも見えてるで。え、視力なんやろ、わかんない。視力って結局さ、眼科行っても合わへんなくない？どういうこと？眼科行っても、あ、りょうこ。ありがとうございます。たま、ありがとう。結局自分で探ってやった。バースデー。バースデー。え、メガネ壊れてん。なんで？え、なんか割れてん。割れたん？そう。何したん割れる？わからへん。メガネってでも持ちいいよな。え、そんなことない。ん？持ちいい？持ちいい。普通は割れへんよ。そうやね。普通壊れへん。私も犬に噛まれへん限り壊れへんちょっとな、ケースで持ち運んでてんけど、え、えらっ、割れてん、持ち運んでないわケースで
フレームが割れた。ちいちゃんメガネかけてるとこ見たこと。なんか東京のなんか移動とかやったらつけるんですけど、うんうんうん、私もそうやな。そう最近なんかメガネなしでカピカピで東京行ってます。カピカピコンタクト、カピカピすぐ寝るもんな、うん、寝てさコンタクトカピカピならめっちゃなる。取れる取れる。あれなんなんで目閉じてんのにね。水分が回ってないんかな。今日青春2回です。2回覚えてるかな。なんか一人で追い込まれてたけどずっと覚えてない無理覚えてない。始まる前そんなん言ってないで口をいつも覚えてないね私ほんまに覚えてないね。なんかさみんなさめっちゃ私のことさ覚えるの早いって言うやんか、うん、だから覚えるのめっちゃ忘れるのめっちゃ早い。ああ一緒や。何も覚えてないねんな。覚えんのも早いけど忘れんのも早いねんな。なんで振り V とかさライブとかでたまにさ、うん、昔の自分が踊ってるやつって入ってたりするやん、うんうん、なんでこの時の自分踊れてるんか分からんくなる。なんで踊ってんねやろみたいな。いやでも覚えてるユイナは。うそシンシンもっと忘れるもん。ほんま、うん、だから体は覚えてんねんな。でも次何するかが出てこやん。あ何やっけ何やっけってなっちゃう。だから今日もちょっとピンチやわ。しおりさんのだっけめっちゃ画面明るくなる。うん明るい。うんだ上げてるもん。上げてるんだ。なるべく画面めっちゃ暗いな私。なるべく暗い。えわざと暗くしてる。わざと暗くしてる。なんでなん。え見づらいやん。えなんかすごいでかいタワー来た。またありがとうございます。え2個目ありがとうございます。りょうこハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーありがとうございます。で配信の時だけ最大にすんで、いつもはもう一番下のダークモードみたいな中あのなんていうめちゃめちゃダークですね。ありがとうくまさん。覚えるの遅いのに忘れるの早い人もいますが、やって覚えるの遅いのに忘れるの私みたいなことって忘れるの早い。そんなことないやろ。忘れてなくないですか。だって太陽なんて踊れんもん私。嘘やろ。それ忘れてますね。踊れますよ。公園でやってたんか。私200回やってますからね。そうかそうか、まだ200回の女ですか。あの200回のライブで初めてやった。ええ太陽やってないの。やってない。あそっか、うん、あの一瞬落ちサビだけやりました、この間。落ちサビって、え、あ、はい、あの見上げるとこ。え、これだけやった、はい、え、ここからここまで。あ、びっくりした。だけ、一瞬だけやりました、いやでも太陽は忘れる。難しいですもん。難しいあれ。一番だって、初めてやるってなった時練習したもん、うん、難しい。できへんか。マイクの持ち替えがややこしい、うん、本当はだってな、あれやもんな、なんやっけな、これ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 のマイクね。あ、そっかそっかそっか。ヘッドセット移動が多いんですよね。なんか確かに移動多いよ なんか何個もポジションやってたらめっちゃ混ざりました。確かに確かにクロスとか、ね、混ざりそう。細かそうな。夢逃げとかも踊れんもん。え、なんで難しい。夢逃げはさすがに踊れるやん。難しい。まあでもあんまやらないですもんね。最近、まあ、最近やってない。確かにね。気がする。夢逃げな、いい曲よな。うん、執念とかかな。確かに確かに。なりそう。染みついてるな夢逃げは。ジポジやったら踊れるよな。すごい。すごい。ある程度は感覚やけど。うん、踊れるかも。番号とか覚えてないけど。そう番号は覚えてないけど。踊れそう。1週間やったら多分番号覚えてますよ。1週間全部別に。あれやってみたい。かわいい。え、むちゃくちゃやらんかったっけ。やってない。余ってましたの方にしたんか、うん、あれ私がやりたくて入れたから。え、やりたい。やりたいよ。かわいいよな、あの曲。かわいい。でもあの衣装着てやりたい。確か、え、どの衣装。折り面じゃなくて、あれ階段。あれ、あ、そう。うん、あの衣装もう一回着たい。あれで新選組で着たんやったっけ。そうやな、なんか若い子しか着させて。確かにあんま着てないかも。着てないかも。やった？やってないですわ。あん時も写真1枚も撮ってない。忙しくて早着替えやったやんな。そうやった。1枚も撮ってないからちょっと記録に残したい。
あ、ユミナだけ取り残されてますよ、私たちも。メイクの時間かしら。あきメイクでも半からか。七時一番か。何だよ、授業。何そうだからだっけ。ツインテール。はい、何してほしい。ツインテールです。何リクエストして。パンダ。無理。もし入らんて。いけるいける、ハーフハーフ。あ、なるほどね。うん、ハーフって入るかも。クマじゃなくて、あれパンダなの。あれパンダ。クマなんか存在せへんね。どういうこと。クマやろ、どう考えても。クマ部屋だから、ね、パンダってクマじゃない。あれ、あれ、シーシーにとってはクマ部屋はパンダ部屋なの。そう。あ、なるほど。クマ部屋とかない。あ、あ、前髪切ってほしいです。私は違うわ。あ、前髪切ってほしい。三人目にだろう。いいですよ、全然。あの、今日中に切ってくれたら。でも今日私が一番に切ります。夜公演前髪あげたいって思ってるんですけど。処理教あげる、どっちもあげる。四公演？大丈夫か。出口。何番目にしよう。でも2にしようかな。うん、できるここ。見たの。で、私すぐ行きます。それでは終わります。でも前髪切らんでも生きるか私。あ、間違えた。でもライブまでに切りたいねんな。え、でも確かになんかあんま伸びてないね。そうやね、伸びてないね。お願いしたものの。電波悪いよね。動いた。ごめんね、本当に。いきます。13位、おしん。ありがとう。12位。のばらしんのすけのすけ、ありがとう。11位、ふとうちゅうい、ありがとう。10位、きのう、ありがとうございます。9位、おぞら、ありがとうございます。8位、ともたん、ありがとうございます。7位、れおさん、ありがとうございます。6位、しん、ありがとうございます。5位、だしまきたまご、ありがとうございます。4位、せいご、ありがとうございます。3位、きょうとどやじ、ありがとうございます。2位、まさゆきさん、でっかいタワー、ありがとうございます。そして1位、りょうこ、ありがとう。2個も、しかもタワー、いいタワー、ありがとうございます。ごめんね、ちょっと応援頑張ります。あ、よろしくお願いします。あの、緊張してるんですけど、頑張りますので、よろしくお願いします。緊張してんの。緊張してます。行ってきます。